圧勝ですから勝てますよ。マリオチームは何もできないですよ、姫様チームに。っていうことですね。さあ、ここでスターを取れれば一歩リードできるかなっていう感じではありますが、なんかここで6振ったらなんかあれ出そうだな。ロスにしようよ。しよう。ちょっと頑張って振って。ピーチ、そうそうそう。あ、違う。2-4-4-4-6か。そうか。はい！お！ナイス！まあ俺はね、加速できますからね、仲間いるからね。これはいったべ。多分。あ、俺はいけない？これ俺いけないパターンだな。はい。僕いけないんで、ガチャの方に向かいます。6コイン、6なら払う、払う。なんでさ、前回より1個多く払えって言われてさ、2個増やすんだろうね。何そのオークション形式。1コインでいいじゃん。ケチだから。これ以上払えって言われたらそこしか払わないから。よし、ナイスピーチ！いい対決になってるんじゃないかな、みたいな。イエス！さあ、でもコインの数は割と似たり寄ったりですからね。まんまドッスンの方歩きすぎるのもって感じなんだろうけど。さあ、キノピコ次の位置は右下行きそうだな、なんかそろそろ。お？え？おー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 おおおいや、なんかようやくこっちに流れが来たかな。はい。まあ、特に何も起こらず、類似がアイテムを1個だけゲットしたぐらい。です。合体デコボコブロックまあ、なんか大体ミニゲームも出尽くしてきた感じなんすかね。はい、3、8! 余裕余裕のよっちゃんだぜ。負ける気しないぜ。今日は、割とあれですね、運がいいですね。流れ来てますね。なんかマリオパーティーやっててさ、とんでもなく運が悪かったの。一番最初の最初だけでさ、なんかあとなんだかんだ、運要素、悪くないないかな。俺、悪い字が嫌いになったぐらいですよね、多分。あんまり記憶ないんですけど。さあ、とりあえず、ここは、できれば出したいですよね。できれば出したいんだけど、出さないは出さないで、めんどくさい。あ、いや、出さなく、あ、出たわ。ゼロなってもいいわ。リスク負ってもいいポジションなんで、ここは割りおサイコロできますね。いや、割りおサイコロ結構有能かもしんない。なぶっちゃけさ、サイコロの1とか2とかって大したことないじゃないですか。せーの、パーティーゲームで。うん、その上で、残り3分の2が6出せるって結構こいつ俺有能な気がするんですけど。10オッケー。で、どうしようかな。どっちに止まるかですよね。まずヨッちゃんもらって、こうだな。だな。ガチャ次のターンだな。ヨッちゃん、ヨッちゃん来い。わっはっはー！よしよしー！俺、ワリオが一番もしかしたら有能なのかもしれないですね、これね。はい。だからコインは5コインで10コインもらって、さあ、ここでスターをゲットしていく。はい。右下に、アイテムショップがあってチケットもらえるんで、そのチケットをもう一人もらいに行く人と、ガチャ周りで、もう一人がずっとうろうろしてるのが一番いいんじゃない？だって、あのびっくりマスにさえ止まれれば、チケットもらえるわけじゃん、多分。で、偶数奇数、びっくりマスが2個あるんで、偶数奇数、どっち出ても一応びっくり踏めるじゃないですか。だから、理論値的には、動けさえすれば、ほぼほぼ毎ターンチケットもらえるじゃん。で、こっちもさ、ほぼほぼ毎ターンガチャ回せるじゃん。なんかこのマップそれが最強なんじゃねえかなってちょっと思うんですけど、まあ、あんまなんか長ターンやってみないとわかんないですけどね。さあ、まあ、マリオが相手も一つゲットしたぐらいで、特に何のターンも変わらずよ、という感じで、続いては、チョロボンを避けろ。あ！来ましたね。これですね。これですね。はい。懐かしい。これ結構最初の方にやったっけ？なんかパート2ぐらいでやったっきり、やってない気がする。あんま記憶ないですね。まあ、これは3ダメージ食らっちゃったらアウトなんで、まあ、食らわないように、しっかり、まあ、誘導していきましょうね、みたいな、まあ、そういう話ですね。そういう話ですね。誰も食らわない、優秀じゃない。はぁはぁあ、やばい、見えな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 い、終わったー。なんか、やばい、そうな、片鱗は見えましたね、今。なんか、このミニゲーム、後半に行けば行くほど、なんか、チョロポンだらけで。
大変な感じになるんじゃねえみたいな雰囲気だけ伝わったけど、やっぱまあコンピューターがコンピューターなんでね。まあこの程度でしたけど。ちょっと1個ランク上のコンピューターとマジで戦いたいんだよな。もうちょっと正直このレベル、味気なさすぎてさ。あ、残り3ターンです！はい、ということで今日は天童賞秋が開催されます。伊崎修五郎さんの本命は何ですか？どうぞ！まあ、スワーブリチャードかな。やっぱ強いし、2000メートルだしね。あの、設置、あ、やばい、本命にされた。やばい、飛ぶ。ワープボックスもらう。オッケー。守っていいの本命はスワーブリチャードなんで。はい。昨日、グレイシアが、吹っ飛んでった。さあ、ラスト、3ターン。では、まあ、ここは普通のサイコロでいいですかね。はい。びっくりマスに止まって、いよいよ、ガチャの時間だー！やっとあれですね。ステージギミックをちゃんと10単位内に行かせましたね。お、仲間を引き連れてくからな。人望のこの厚さよ。よーし。どうやって行きゃいい？どうやって行ったらいい？この辺、取れる？あー、1コインだけ取れますか？あ、こっちは兵法取れんじゃない？取れない。あ、兵法は無理ですね。じゃあ、コインだけ、せしめて、はい。さあ、ガチャの時間だー。ういよー。はい。さあ、ガチャを、ガチャガチャタイム！楽しみだ。一等引けばスターが2個。一等引けばスターが2個。金色だな、多分。金の玉。おじさんの金の玉。は？はぁ何それ何それ。さあ、ハンマーブロスをマリオが、じゃあマリオがハンマーブロスを呼び寄せましたよと。さあ、マリオがだいぶ大移動しましたね。で、ドッスンのゲートが10コインになったんで多分もう無理。来たー、ちょっとリベンジさせてくれー。ちょ、やり方がわかんねんで、まあ、とりあえずぐるぐるしてればいいのかも。ぐるぐるするぞ。氷を余らせないのも大事なんだろう。ちょ、もう本当に、鬼門。マジ、俺のミニゲームの鬼門。鬼門、マジで。鬼門。あ、やばい、氷なくなった！ああ！ああ、ちょっと待って。おお、しょ、勝った。タイミングだな。やっぱ。タイミングだな。ちょっと早めに、多めに巻いていくのが正解なのかな。未だになんかでもコツはわかんなかったな。ちょっとわからないですね。ようやくただ勝てたっていうことだけ。どうにか。結構ガチでやってたんで、今喋ってなかったかもしれないですけど。まあ。とりあえずは、負け続けのミニゲームですからね。一番多分今のところ勝率低いですからね、僕のこれね。さあ、ラスト2ターン。これは俺たちは何をしてったらいいんだろうな。もうやること特にないんで、ワープする意味もないから、まあロゼサイ、あ、アイテム引かない、あ、いいです。まあロゼサイコロで、ね、プラス2コイン引ける可能性もあるんで、まあ仲間がもうほぼ近くに、あ、ヘイフォーちゃんがそこにまだいるか。いるか。お、8！おぉ。今日運いいな。流れ来てるな。16！ まあ、とりあえず、兵法もらいの、ルイージを潰しの、びっくりマスかな？まあ、これでいいかな。はい。ひたすら、姫たちで、ルイージを。あ、どうも。にゃーわー。連れて行ってきていいことあるかもよー。シャイガーイ。仲間4匹目、史上最高じゃないですか。踏んで、えいルイージをヘイヘイヘイボッコボコ寄ってたかって。朝、もうさあ、ラッキーマスでいいじゃん。じゃあガチャまでする必要なかったじゃん、みたいな。さあ、そして姫様チーム。じゃあさあ、ここ11コイン以上。11でいいからね！ 11！ なんでや、だから !1 が多いんじゃ !11 でやる！ウェイヘイヘイヘイからの、ヘイヘイヘイルイージ、ボッコボコ。金なくなってるんだけど、相手チーム。あ、ちょっと待って、マリオが鍵開けるよ。
ちょ待って、鍵開けします。鍵開けします。オタクなんで。なんかその話ついこの間別のゲームでした。僕オタクなんで鍵開けしました。いるよな、ああいうオタクな。僕のおかげだぜ、みたいな。なんだよ。一番最初にチケット出したバカやろ、みたいな。囲んでフルーツー、何これ。え？ラウンド1。ああ、これね。はい、これです。早いー。3対1。いや、まぁちょっと、最初はピーチも早かったんで、お互いに別のとこ選択しちゃって、あってなって、あってなって負けましたけど、それ以外は大圧勝。いいですね。まあ余裕ですね。ちょ、早く、これちょっと調べようかな、もうそろそろ。多分ね、多分、クリスタル、まあ、多分今日、ジュエルか。一番最後、この動画の最後にジュエルゲットすることになると思うんですけど、あれを全種類集めたら、いろいろ出ると思うんですよね。で、なんか、わかんないですけど、なんか、なんとなく小耳に挟んだ話をすると、もしかしたらもうすでに隠しキャラが出てる条件を2つか3つぐらい、なんか、満たしてる可能性が結構ある。俺、結構いろいろガン無視してるかもしれないみたいな。そんなことどうでもいいんだよ、どうでもいいんだよ、ういえー、みんなでびっくりも、えいウェイウェイ、えいへいルイージどんな気持ちいい、へいへい、へいルイージどんな気持ちいい。ボコボコ。オッケー。多分ね、ハプニングマス、これ僕一番止まってると思うんで、多分10ターン中、これ上がったのと、アイテムマスと、今下がったのと、ガチャ引いてるんで、4回踏んでるんで、多分ハプニングマスは僕が一番もらってますね。うん。で、コインも多分買ってるでしょ？ミニゲームも買ってるでしょ？あ、同じ場所に止まった！え、何それ？え？え？何それ？え、初めて。え、2on2ってこんなのあるの？スターゲットならずコインをせしめられてしまったがために、残念。またかよ。寒いわ。グレイシアだからか。なるほどな。あー、わかってきたわ、コツ。わかってきた。わ、15メーター。さっき13メーターいくつかだったでしょ。でしょ？わかってきた。ニューレコードでしょ？わかってきた。いや、わかってきたわ。やっぱこう、落下地点と、氷の伸び方、まあ、樹氷の先端がうまく重なるようなタイミングで、すり下ろし始めると、いい感じに縦になってくわ。なるほどね。すべてのターンが終わりました！はい！あっという間でした、なんかこのターン、このレース。さあ、ゴージャスの最後の冒険も終了です！多分これで 2on2 はラストですからね。楽しんでいただけましたでしょうか？まずはボーナスです！はい！一つ目は、はい、よっしょーい。あっしょーい。まあ、仲間がいれば余裕のよっちゃんですからね。はい、ください。仲間ボーナスなんすごくない？4人仲間いるとか、やっぱロゼッタ最強なんだな。人気あるな。のんびりボーナス！は？のんびりボーナスです！誰よりも移動しなかった人。マリオかな、ルイジかな。ルイジか。ま、人望ねえからな、ルイジはな。人望ねえからな、残念ながらな。仲間なんか誰もいねえから。ルイジの仲間なんか誰もいねえよ。えい、4連勝。今回は、でかい事故もなく、4連勝させていただきましたぜ。イェーイ！ということで、以上、2on2 編でございました。バイバーイ。あ、やっぱありますよね。ありますよね。はい。さあ、これで4つ目のジュエル。マリオパーティー 2on2 すべてをクリアした。素晴らしい協力プレイでした。自分を犠牲にしても仲間を思う気持ち、それが真の友情。思えなかったけどな、若干一回。友情のジュエルをお渡しまーす。やーたー。これ四つ目。ラス一だ。五つ目のジュエルをゲットしたら何かが起こるんですかね。きっと起こるんでしょう。あ、はい。キノピオのセリフ飛ばしちゃったけど。おつー。